様です速歌塾の久保ですす塾の今回はですね、視聴者さんの方からちょっと闇質問がございました。で、匿名を条件に、まあ、少しお話のネタにさせていただくということだったんで、お話したいと思います。その方からの相談っていうのはね、年齢が48歳、男性、でもなんとかインターネットで若い女性と知り合えるチャンスはないのかということでね、まあ、詳しく言うと、 うん、まあちょっとね、えー、ワンナイトの関係を持ちたいと、もしくは継続的関係を持ちたいということだったんですよ。しかもお金をかけずにということでした。<laughs> まあそうなるとね、なかなか、うん、言えることってのは少ないんですけども、私もね、売春を圧っする気持ちにはなれませんので、まあ、はっきりとしたお答えは、うん、差し控えさせてもらったんですね。まあでもね、今ご覧いただいているミクシーには、ちょっとね、面白い コミュニティってのが結構ありまして、当然私は入っていませんけども、あの、既婚者限定のグルチャっていうね、グルチャっていうグループがあるそうです。ちょっとお店はできませんけども、ちょっと探してみるとあるんじゃないですかうん、既婚者限定ということでね、えー、もうご結婚されている男女が、まあ他のお相手を探すためにこう、集まるコミュニティです。もちろんどんなお相手かっていうと、トークのお相手かもしれませんし、 ショッピングのお相手かかかもししれませんしなんか分かりませせんんんなりよそこはもう個人個人がされることなんで私は分かりませんただこのコミュニティで売春ができますよみたいなことを私はね紹介したいわけではなくて既婚者限定男女のコミュニティってのがあるそうなんですよ、うん、でそこは男性の場合はあの顔審査があるみたいですそれから結婚の実態もちゃんとおー調査されるみたいですね その辺の細かいやり取りはここではお話ししませんけどもそういったところを通じて異性と知り合うっていうことはできるんじゃないかなと思いますもちろん知り合って何をしてるのかとかどうするべきなのかってことは私から言いませんけどもねただ知り合ってインターネット上の、まあ、軽い知り合いを作っていってまあなんかねえー、SNS で交流するぐらいにとどめるのが一番だと思いますけどもそうならない方もいるのかなっていうふうに想像はしちゃいますね うん、えということでね、今回、48歳の男性からお金をかけずに異性と知り合いたいってことでしたけども、こういうふうに、今こそミクシーを使ってみたら、ちょっと違った切り口は出てくるんじゃないですか、X とか、それからあー、インスタグラムですか、こういったものばかりが SNS ではなくて、日本独自の SNS、これ、根強い人気がありますんで、今でもしっかりと使ってる方っていますんでね。ここういったところで 趣味のグループに入って、そこで交流を持つとかね。えー、例えば、グルメの、こう、コミュニティってのもあるわけですよ。地元グルメ。一緒に集まって、みんなでワイワイと3人5人で、いい飲食店に行ってみましょう、みたいなね。そんなのありますからね。えー、それからなんかネットワークビジネスについて語り合うコミュニティもあるみたいです。<laughs> ミクシーね。なかなか面白いんじゃないですか。今でこそミクシーということで。はい、じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。